は、ともみです。みどりです。今日はグリーン&ニットのみどり先生に千日紅を使ったアクセサリーを教えてもらおうと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ともちゃん、千日紅知ってる？千日に千日赤いから、うんうん、って書くんだよね、うん、てかこれともちゃんから種をいただいたんですけど、うん、そうなんですね覚えてない、酔っ払ってたのかな、なんか、うん、あげたらしいんですけど、そうで春に種をまいて、うん、はい、そしたらすごいいっぱい育って、うんうん、もう可愛かったんでちょっと収穫して、はい、そう、これはちょっとお部屋に干しといたドライフラワーにしてみたんですけど、うんうん、今日はこの、まあ、ドライフラワーもいいんだけど、はい、これは何だっけ、これはシリカゲルでやったこれドライフラワーですか？うん、お部屋で乾かしてるよりもすごいパッキパキに、うんうん、なって、やっぱり色も少し違うかな。あ、そうですね、うん、うん、ちょっとあの、うん、まあ同じね、あの同じく育った花なんだけど、はい、なので、ね、じゃあ今日はこれをアクセサリーにしてみたいと思います。どんな風にできるんですか、これアクセサリーね。じゃあちょっと今日は、うん、はい、ブローチにとりあえずしてみようと思って、はい、このなんかね、お椀型のこの丸いのに後ろ安全ピンがついてあるタイプ、これですか、うんうんうん、これにちょっとデコってみようかと思います。はい、お花をアクセサリーにするってすごいなんか斬新。じゃあさ、まずさ、千日紅自体に、はい、レジンでコーティングしてみようか。はい、ね、ここレジン液、はい、うん、これ結構速乾性のある、うん、結構固まるトップコートに使うようなレジン液なので、うんうん、焦らず手早く大丈夫かなちょっと垂らして、うん、まあ、まんべんなくじゃなくてもいいから、うん、なんとなく、うん、あの全体に行き渡るように完全にコーティングしてみて。吸い込んじゃいましたけど。吸い込まれたね。吸い込んじゃいました。ちょっとバラとちょっと違うね、うん、葉っぱのところが綺麗に塗れるかな、うん、ちょっとこういう葉っぱのところ塗っていいですか、うん、少し吸い込まれたね、今ね、吸い込まれちゃったから一瞬だったね先生、さっき飲んだ白ワインが効いてきたんですけどなうなうなう先生、大丈夫ですかちょうどいい具合に、いい具合に効いてますよね、うん、あのアイデアが浮かぶから、あれだから眠くなっちゃうんじゃないこう作りながらなんか静かなと思って寝てるみたいなねとか言われて、うん、寝てんじゃねーよ、寝てんじゃねーよ、眠いの大丈夫、頑張ってやります。君の目と言われて素直に飲んだ肩を抱かれてその気になったちゃ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 肩なんて抱かれたこと最近ありませんバカな伝え合いが離婚に負けて寄せばいいのに一目惚れあのライブの歌詞全然覚えられないくせにさそれは覚えられるどうこれ降りたあ、降りたね、降りたね、降臨しましたか。やっぱり白ワインパワーだね。白ワインパワーだよね。どうあれだと思う。かわいくない？かわいい、かわいい作品ができましたね。できた、うん、ちょっと私ももう2つあの2つ入れたいんで、もう1回ちょっと固めていいですか、うん、やろやろ、うん、固まってます。先生、クリスタル欲しいです。じゃあちょっと一曲歌ってください。うん、クリスタル。ああ。あっちじゃない。クリスタルのちょっと一粒ちょっといただけますか。歌うから。楽しゅうございますか。楽しゅうございます。じゃじゃーん。かわいい。私もできました。こんな感じにできました。これはイヤリングの穴ですか？うん、まあ、穴を開けてみてます。あ、開けました。はい、完成しました。イエーイ一応ブローチを6個作ってイヤリングを1つ、うん、はい、じゃ あの私が作ったブローチから紹介していいですか？じゃじゃんじゃんこれと
これはね、後ろが貝殻になってて、いろんなシート置きも入れてみました。うん、ありがとうございます。で、これが最初に一番作った第一号です。じゃん、うん、でこんな感じで苦労したね。苦労した苦労したはい、はい、じゃあみどりちゃんお願いします。みどりちゃんはね、うん、最初第一号がね、うん、うん、かわいいちょっとほんとガーリーな感じだね、うんうんうん。で、第2号はちょっと大人っぽくしたかったから、うん、ちょっと小さめですが、いいね、かわいい、うん、バッグとかにもつけてもいいかも、うんうん、どうですか、ありあり、うん、かわいいね、うん、で、もう一個が第3号、結構なんかもりもりですね。ちょっとね、挫折しそうになったこれちょっと 3D な感じになってて、うん、反り返りの、うん、これはね、ちょっとつけてたら、うん、いろいろ壊れそう、うん、だからちょっとオブジェ的な感じで置物っぽく、うんうん、そうだね、うん、そうだね、うん、で、私これかわいいの、うん、気に入ってる。もう千日紅のまんまでね、揺れると顔に当たって、うんうん、痛いの痛い、チクチクするの、チクチク刺されてる感じ、うんうん、でも、うん、結構存在感があって可愛い、うん、可愛いね。ちょっと両方つけてみてや、両方つける、うん、両方つけるのあり、うん、ちょっとね、うん、やりすぎって言われそうなんだけど、うん、でもね、そんな人見たことないよでも私はこれで歩くよ。うん、可愛いと思うよ。いや、こんな風にね、千日紅をね、アクセサリーにするなんて思ってもなかったですけれどもなんか素敵にできたと思います、うん、イエーイ。どれがお気に入りですか。私はやっぱりこれかな。うん、なんかすごい斬新で、うん、斬新だよね、うん、私はこのシート置きと貝殻が入った、うん、これかな、うん、ね、シート置き入ってるってすごいよね。うん、で、合わなくないでしょ、うんうんうん、こんな感じで、うんうん、これが私は好きです。まーす。はーい。で、これを何だっけ、うん、販売するんだっけ。これを販売を10月9日蒲田フェスティバルにてこちらを販売したいと思います。場所はアカデミアパークです。はい、私たちブースを作って待ってますので、うん、お待ちしてます。はい、じゃ詳しくは概要欄に見てね。10月9日待ってます、はい、待ってます、うん、ありがとう。はーい。